ハロー皆さん、ハローエブリワン。タケルが時差ボケしてもうね寝ちゃったんですよ。はい、寝たということで、自分も時差ボケしてるんですけど、ここで寝ちゃうともう終わりだと思うんですよ。まあ、けどタケルが眠そうにしたんで、まあ、それで寝かせようと、まあ、そこでちょっと考えたのが、いつもねいろいろとお世話になってるんで、ちょっとでも恩返しできるというか、なんて言うんだろうな、たまには俺も料理を作ってあげようじゃないかという企画をやってまいりまして、一人でスーパーに来ました。はい、で前回の LA ではタケルにカレーを作ったんですけど、今回はねちょっと俺も勉強して、またさらにクオリティの高いものを作っていきたいなと思うんで、俺が作った料理でタケルが喜んでくれるのかっていうサプライズにもなるんで、皆さん、はい、楽しみにチェックしてください。作ります、わからないけど作ります。はい、 あのね急遽ね思いつきました。そう、パスタを作りたいと思います。タケルが日本から持ってきてたんですよ、 100% 豆大豆、あ、タケルグルテフリーやってるんで 100% の豆大豆かなんかよくわかんないと持ってきてたんで、それでちょっとねパスタを作ってあげたいなということで、早速食材買っていきます。はい、ねコンソメがないんですよ。だから今からちょっと店員さんに聞きます。あ、Do you have コンソメ？コンソメ。コンソメスープ。コンソメスープ。コンソメ。コンソメ。スープ。コンソメ。無事にね、鶏ガラスープをゲットできました。次はですね、もう本当なんせね、むずい。英語、場所にどこに何かわかんないんだけど、次はね、あの、トマト缶をね、探してるんですよ。トマトクリームパスタにしようと思って、トマト缶を今探してるんですけど、なかなか見当たらなくて、店員さんがいないな。Where is the トマト缶かな？ Excuse me. Where is トマト缶？トマトベース、ホール、トマトパスタ、パスタ。14. Thank you.伝わりました。全然伝わりました。14って14だよ。14。おお、ありました。伝わってますね。最高じゃないですか。伝わってます。トマト缶来ました。無事に書いてたと思います。お。これがいいじゃないですか。オーガニック。オーガニックトマト缶。はい。これでトマト。はい。なんとか、食品が揃いましたよ。これでいけると思います。食材が揃いましたよーん。できるか不安だけど、やっていきましょう。はい。達也クッキングの時間です。はい。スタート。野菜から切っていきたいと思います。はい。まずはこのナスを聞いていきたいと思います。はい、ビッグナスはですね、切ります。半分くらい切ります。はい、切れました。はい、はい、次は玉ねぎを切りますよ。あんなにやろうとかできるんですよ。お肉を焼いていきましょう。俺のお肉ザストライ。はい、鶏肉うまそう。鶏をさばいております。俺の名は鶏の博士です。バーの博士。焼いていきたいと思います。火がついた。これが壊れた。よし、行きましょう。まあ、あのハプニングもねありますよ、海外なんで。はい、隠し味でねちょっとね赤ワインを入れたいと思います。赤ワインを入れればいいと思ってます。以上です。はい、ということでお時間になりましたので、パスタを入れ上げていきますね。クリームパスタです。見て、めっちゃおしゃれっしょ。昨日ね、タケルが買ったローズマリーがあったんで、ちょっと上に乗せたら急におしゃれになりました。早速タケル塩を起こしたいと思います。これもう 2,3 時間ぐらいかかってるからね。やってますよ。起こしに行きます。
します。寝るとき寝ときよ。いつまで撮んの。寝るとき寝ときよ。3、4時間寝とるよ、もう。これ YouTube 回してるからね、今。タケルがこう寝とる最中に、僕がまた夜ご飯を作ったんですよ。聞いてる？いつ作った？起きてよ。見て。見て。嫌だじゃない。俺2、3時間かけて作ったから。買い物一人で行って。マジ？はい。動画回ってます。で、食材も分からずに、いろいろ聞いて、今、作って、起こしました。おーい帰ってこい早く起きて。作ったん？起きて、起きて。とりあえず来て。もう完成してから。見て、見て、見て、見て。お店。お店じゃん。しかもタケルがこれ持ってきた、うん、あのパスタもグルテンフリーのあれで豆のやつ。お、だからヘルシーなんですよ。え、すごくない？はい、言ってたじゃないですか、持ってきたって。これあれでしょ、お店から持ってきた。お店じゃないって、ちゃんと作ったって。お店でしょこれ。で、なんか昨日タケルが買ったおしゃれな葉っぱ乗せたらいい感じになった。これローズマリーじゃんこれ。そう、何か知らんけど、ローズマリーは俺だっけ。 なんでそういうこと言うの。サプライズでした。ちょっと世界がちょっと食べてよ、マジで。お口に合うか。そんなこれ作ったの。いや、マジで頑張ったよ。え、本当にこれ買い物行ったの。マジで買い物行ったから。本当に。これ何パスタこれ。だからあの豆だよ、タケルが持ってきてさ。え、味クリームパスタ、トマト、トマトベースのね。いただきます。店から持ってきたのこれ。じゃマジマジ。え、うまい。どう、うまいかよ。まずいか。めっちゃうまい。マジ。おせずにき。うん、やばい店。しゃ、本当はこれもっと粉チーズはかけたかったんだけど、なかったんですけど。これね、またね、隠し味がね、最初ちょっと味が違ったの、うん、隠し味を入れたらしまった。これまたしまった。しまじしまった。塩、まあ、塩はもちろん入れたんだけど急に味変わったんで、お店っぽく。それまでちょっとしょっぱかったんだけど。何か隠し味言っていいですか。赤ワインです。赤ワイン入れた瞬間ちょっとマイルドになって。マジうまい。おはようございます。絶対、絶対店。じゃあ店じゃない、ウーバーとかわかんないから。絶対近くの店で。店じゃないっすよ。盛り付けたし、店じゃないですよ、ちゃんと作りましたよ。結構本当にうまい。え、マジ？店で出たんだったら、まあ、この店すごいわってなる。マジ、うん、超嬉しい。いつもこう感謝してるから、こういう気持ちを込めて作りました。店で買ってきたの。買ってないって。なんとかね、うん、成功しまして。いや、大成功だよ、これ。よかった。いや、本当にね、先の時間寝てるんでしょ。そうでした、俺。やばいよ。だって、今何時？ 9 時でしょ？うん。もっとだわ。5時間、5時間寝てるからね。え？そんな時間かかる？ 4 時間。俺、その間に本当に買い物行って、うん。いろいろやって、すごい。2時間ぐらい頑張って、すごい。作って今起こして。時差ボケすごいね。時差ボケすごいよ。うん。まあでも、俺、時差ボケ治ったって言ってたのに。いや、治ってないね。うん。マジでうまいわ。マジ？うん。俺、でも初めて作ったからね。すごい。そして竹がたまたまこれからお仕事がちょうどあるっていう奇跡が起きて、うん、動かさなかったら飛んでたと思うんですよ。危なかった。その2つのね、奇跡が起きたということでね、今日の動画を締めたいと。奇跡に乾杯。はい、締めたいと思います。奇跡めっちゃスルーしてる。奇跡に乾杯。はい、やればできるということで、うん、大成功。閉まってないな。料理閉まってないけど。料理は閉まってないの。YouTube 全然閉まってないわ。これいつも閉まらんんだよね、これ。なかなか。ということで。はい。ということでね。また次回の動画で。バイバイ。LA、オレンジ色の空の下。チョコボールたける、VS ミートボール達也。ついに、数年ぶりに混じり合う。LA、ザ・ビーチ・プロレスリング。
チャンネル登録ありがとう、高評価もありがとう、今日もありがとう一日、明日も笑って一日。